問 1B2016 年の問題です。数のように一辺の長さ 5A の正方形 ABCD の頂点 C に、一辺の長さ 3A の正方形 EFGH の対角線の交点を合わせて重ねたとき、この2つの正方形によって作られる太線で囲まれた部分の面積として正しいのはどれかという問題です。要は青い太線のここの面積求めようということなんですが、大きい正方形、小さい正方形で、小さい正方形の対角線の交点を頂点 C に重ねると書いてあるわけですね。しかしこの小さい正方形のこの微妙な傾き、よくわからないわけです。よく読むと何も書いてないんですよね。この小さい正方形をどう傾けたかなんていうのは何も書いてありませんので、要は中心を C に固定してどう重ねてもいいんだろうということになります。つまり私はですね、もうちょっとこうキュッとこう右に回して、これでいいだろうと考えました。何も書いてないわけですから、回転させたって構わないということで、このようにですね考えました。となりますと、結局 5A の正方形、一辺 5A の正方形プラスこの外枠 L 字の部分ということになりますが、結局正方形の小さい正方形の中心が C でありますので、これ小さい正方形こう4等分で、4分割のうちの3つ分を足し算すればいいんですよね。この4分割のうちの3つ分を大きい正方形の面積に足せばいいということになります。大きい正方形は一辺 5A の G 乗、面積 5A の G 乗で、小さい正方形一辺 3A ですから、 3A の G 乗の4分割のうちの3枚、4分の3計算しますと4分の 127A 事情と出てまいります。4分の 127A 事情を4番正解でした。